こんにちは。柳田理香の1日1科学。牛や馬の仲間にはどんな動物がいるのでしょうか。牛の仲間の牛目には角のあるものだけで牛、野牛、水牛、鹿、キリン、ヤギ、羊とたくさんの動物がいます。角のないものにもカバ、イノシシ、ラクダなどがいます。これに対して馬の仲間の馬目には馬、シマウマ、ロバ、サイ、バクぐらいしかいません。同じような動物なのに、なぜ馬目はこんなに種類が少ないのでしょうか。その理由の一つは牛目との生存競争に負けたことです。生存競争というのは、同じような大きさや性質を持つ動物たちが餌や住む場所をめぐって争うことです。大昔は馬目にもたくさんの種類がいました。ところが2300万年前から500万年前にかけて、気候が寒くなったことと牛目との生存競争に負けたことが原因で、たくさんの種類が滅んでしまったんですね。今日の一日一科学。馬目は牛目との生存競争に負けた。無念じゃー、ヒヒーンというわけですね。また明日。